チェノの堀江と申します。よろしくお願いします。国運のバンと言います。よろしくお願いします。国運のさくらです。よろしくお願いします。今は気分としてはもう作り直すってことをやっぱ極力意識してるというか、もうそうじゃなきゃなんかダメなの、ダメ自分がね、自分がそのもうこう今までの例えばこうコロナでいろんなことが変わったものを元に戻そうと頑張るとかっていうより、抜本的に作り直すとか、それはもうサロンの在り方も仕事自体の、まあなんだろうな、その作品撮りもそうだし、なんか今まで持ってたスキルで何かをこう戻していくというよりは、もう抜本的に作り直したいっていう意識だね。方針かどうかは分かんないけど、まあ作り直すっていうチャレンジではあるのかもしれないね。なんかそんな気分、ゼロベースから、そうゼロベースにしたい。ゼロにしたくてもならないんだよね。それをゼロにしないと作り直せないから。そうだな。でも、まあ、確かに心の部分で言ったら、見慣れたくないというか、なんか常に新鮮な目になるような習慣づけはしていて、もうなんか何でもそうなんですけど、まあ本当に単純にメイクすることとかもそうだけど、これをしたからこれを塗ってこうするみたいなことは一切排除して、朝ちゃんと自分を見てやるとか感じてやるとかっていう目線とか、とにかくもう慣れたことを全部しないっていうのはしてて、でそうするとお客様に対してもちょっと新しい入り口で言えたりとか、お客様の要望が今まではそれ難しいって、もしかしたらもうちょっと手前で言ってたのが、まあどうにかできるんじゃないかっていう姿勢に自分がなったりみたいなことが結構あって、だから自分の意識として常に新しく、もう慣れそうになったらすぐやめる、すぐもうその習慣を変えるみたいなことはすごくしてるかも。もう全部学び直したいってそう思ってるから、もう本当に全部もうまっさらな気持ちで全部新しく見る感じ。今までのことは全部疑う、もう全部今までこれがいいと思ってたその自分もなくしたいんですよ。なんかそれでいいと思ってる部分もあったりするから、今日も撮ってて結局いいなって思ったのってちょっと煽ってる感じだったけど、でもなんかそれもいいと思っちゃうのも慣れたバランスだなってちょっと思ってる自分が少し嫌な部分があって、それを変えたいんですよね。なんでそう、だからもうそれはもう日々のいろんなことから慣れる前にすぐ新しくするっていうような気持ちで毎日過ごしてますね。新しいことにどんどんトライして、トライしたいですね。その目でいたいですね。どうですか堀さん。なんか僕もなんか近い感じはあるんですけど、なんかこう昔うちの社長にこうだんだん年取ってくると頭が固くなるっていう風に言われて、だんだんやっぱり自分の形というか型っていうのがこう出来上がってくるじゃないですか。でそれがそのまま時間経つとそれがだんだん古くなってこうダサくなるみたいな話をなんかアシスタントの時ぐらいに聞いたことがあって、だから常にこうスポンジのようなそのこの吸収力というか、なんかこういろんな人のまあ意見をうまく自分の中に消化しながらこうできるようにならないと、なんか若いうちはいいんだけどこうだんだん年重ねてこう経験してくるとなんかやっぱそういう風になるじゃないですか。だからなんかそれは常にやっぱり怖いなっていう風には思っていて、だからこうなんだろう、なんか作品作ってたりとか、なんかまあ普段のサロンワークでもそうなんですけど、結構やっぱり若いアシスタントとか他のやっぱり自分より年齢的にやっぱり若い人たちの意見は極力取り入れるようにというか、やっぱそういう意識ではやってますね。ホーリーはめちゃめちゃスポンジくんじゃん。大丈夫ですかね。俺すげえ昔からそう思うし、いや年々そんだけ賞取ってそんだけキャリア積んでも、なんか美容師のスポンジ代表じゃん。本当ですか。スポンジ代表ですか。思うよ。本当ですか。全然スポンジくんだと。スポンジくん？
なんかスポンジ組んでいい。スポンジ組んで。いい意味でスポンジ。本当ですか。うん、なんかやっぱそういうふうにしな、なんか、まあ、なんかある意味こう自分の悩みでもあるんですけど、うん、なんかずっとこう自分の色っていうのがあんまりない美容師だなってずっと思ってたんですよ。なんかその自分ってこうそんなにクリエイティブにも特化してもないし、そういうこう一般紙作らせたらそのズバ抜けて可愛いのも作れないし、なんかこう自分ってなんか何に特化してる美容師なんだっていうのがすごい最初悩みで、でけどそうやってこうクリエイティブに特化しているサロンの方とか、まあ、例えば一般紙で常にこういいページで可愛いの作ってる人とか、やっぱすごいなっていうのをずっと思ってて、それすごいですよね。いやそれは分かる分かる、うん、だって嫌でも色ってついてくじゃん、うんうんうん、でもその色って濃くなるほど反対色が作れなくなるし、うん、反対の匂いが嗅げなくなるから、うん、そういう意味ではキャリアを積んで無色で入れるって、うん、逆に最強だと思うけどね、うん、本当ですか、うん、学ぶ姿勢というか、なんか取り入れようとする柔軟さがやっぱりなんか必要かなというか、なんか前はもっとなんかそこまでこう、まもちろん興味は持っていたと思うけど、あなんかまあカットが例えば前に習ったカットが一番自分の大事にしてきた技術だっていうのはもちろん思ってるけれども、もっと、まあ、さっきのお客様の話じゃないけど、お客様持ってらっしゃるこう気持ちを叶えるための技が欲しいから、その時にやっぱり違うパーマだったりカラーだったりとかでやっぱりスペシャルな人たちっていらっしゃるから、その時にそれを前はそんなに入れようとしてなかった自分がやっぱちょっといる気がして、だからやっぱりそれをやってきてることはもちろん変わらず自分の軸なんだけれども、プラスやっぱりそこに目を向けるとか、なんか一度自分のその今やってることを疑って変えていくみたいなことをすることがなんかこう大事なのかなというか、まあ知らず知らずのうちにお客様に押し売りになってたりもするかもしれないから、確かにそういうのもありだよねって思う自分でいられることも大事だし、気持ちとしてなのかな、心としてそういう心持ちが生き抜くための差になるのかなって思ったりはしてます。なんかこうじゃなきゃと思いすぎないことが、その余白が、うん、心の話だね、うん、って思ったりしてますね。これはね、別になんか情報は飽和してるけど別に経験は飽和してると思ってないんです。情報ばっかりが飽和してるだけで、別に経験をしてる美容師が飽和してるかったら、うん、ぶっちゃけそんなことないと思ってて、だからそのさくらの言ってるのもすごい、あの分かんない、こう技術を持ってる技術って消えないんだけど、それをなんとなくこう封印しないと違うことが入ってこなく感じるっていうのって多分心の技術なんだよね。一個も持ってるからこれでなんとかできるって思ったことを、うん、うっかり押し打ってねえかって思う時って俺もすげえあるし、だからなんかこう逆に自分を出さないっていう技術もどこかでこう身につけないとスピードのムラになったりとかいろいろするから、あまあこのお客さんには逆にこの3割ぐらいで、別に手を抜くとかじゃなくて3割でやる人方がこの人にとって心地いいのかなとか、8割出した方がとか、多分それって回数とかお互いのキャリアでも変わってくるから、だからこうどっちかというとその多知識って真技体の 技の部分ではなく真の部分の技術なのかなとか思うんだよね。だからなんかそういうのに葛藤するのは俺とかすごいいいことだと思うし、新しい生まれ変わりの直前だよね、きっとね。生まれ変わりたいもう。だから別に差はね、いやつくんじゃない、逆に情報型の人が増えてるから、情報型にプラス経験がある人たちが差になっていくんじゃないの、まあそれはそうですね。全然、全然まだ隙間はある。さくらちゃんとばんさんの話を聞いた上で、やっぱり僕らの仕事はこうリアルがやっぱり一番じゃないですか。やっぱり目の前のお客さんにこう笑顔になってもらって、ハッピーになってもらってまた来てもらうっていうところのこうルーティーンだから、
やっぱりそこにやっぱり全力でこうやっぱり向き合うっていうのがやっぱり美容師にとってやっぱり一番大事なのかなっていうふうには思っていて、やっぱり笑顔とかその元気さとかその挨拶とか本当に基本の気っていうか、やっぱそこが一番大事なのかなと思っていて、だからそこがちゃんとこうできてる人とか成長していくのかなとは思うんですよね。やっぱりそういうことがちゃんとできてる人にやっぱり人ってついてくるのかなとは思うし、あとやっぱり元気がなかったりね、なんかこの人に切ってもらって元気もらうとか、なんかいつもなんかパワーもらってなんか毎日ハッピーになるんだよねみたいなのがいいじゃないですか。やっぱさくらちゃんとかマンさん見てたらやっぱりそういうオーラが常にあるんで、やっぱ普通に多分切ってもらったらなんか元気になるんだろうなっていうのは見てて思います。俺ね、子供の頃から親父にお前はバカなんだから大きな声で挨拶をしろってすごい言われてた。サランしてる時間がやっぱりこう自分の感覚こうスキルアップする時間かなとは思っていて、その人の思うその持っていく方法はそれぞれだとして。お前です。